はい、では行きましょう。魔界村です。さあコンテ入れて、行くよ頑張るよ。ダメ。あかん、もう釜で一発当たらんかった時の恐怖がもう、てか一発当たらんかったら終わりやねんけど、これスピード遅いからさ、釜一発当たらんかった時に切り返せないんですよ。うわー、立て直せないというかな。これ苦労するわ、これは絶対苦労する。早くなんとかしないと、こいつやばい、早くなんとかしないと。矢神ライト状態、ユミとりあえずマシかな。もう方向完全に確定してもだけど、とりあえずマシかな。こっちの方がまだ回転の速さだけはね、こっちの方がまだあるんで。よし、とりあえず頑張って進もう。まあまだここも回廊の途中、倒せへん。低い位置におるやつは絶対倒せない。一周回って落ちた。移動の床、危ない。また上がる、上がっていくのは弓矢、ありがたいですね。弓矢のさ必殺技がやばそう、なんかすごい良さそう、ヘビーレインみたいな。出た、危ない、出た、次々と宝が次々と、おっさん。いやでも、いや、この剣が出ただけ、短剣が出ただけ全然マシ。やっと乗ってきた、土台乗ってきたよ。よし、土台に乗ってきたよ。これボスとも戦わなあかんすからね。オッケー、いった、でも取らない、もう僕は犯さない、一回怖いことになってるから。よし、またか。うわっ、なにこれ、うわー、なにこれ、びっくりした。どこに、どの隙間におんの、あれ。無限かな、めっちゃ怖え。いやもう具は犯さない、一切無視。危ない、落ちる。あの下降りていくのが散々上がったのに、いや無視しない。これ出た、鎧の可能性ない。槍はね、まあまあ先だったら欲しかったですけど、今剣持ってる状態なんで、あえて取る必要は。めっちゃ落ちてくるな、評価よ、すげえな、素晴らしい。いや一個ちょっと鎧欲しいな、これグルワトソン君の助けが欲しいですね。鎧の位置を、宝箱の位置をね。あった、ジャンプしていくのもほんま怖いから、なるべくならやりたくないですね。やっぱ動きを抑えないと、余計な動きを抑えないとやっぱ死のリスクがどんどん高まると思うんで、魔界村ってどんだけ動かないかだと思うんですよね。無駄な動きをしないから、無駄にジャンプしたり無駄に打ったりすると、それだけで隙が生まれて、まあ死ぬパターンがめっちゃ多い気がする。なんか変なところで飛んだから死んだとか。これ鎧の可能性あるからな。よし、オッケーオッケー、ビビビビ、オッケーオッケー、ビビビビ、ビビビ威力強いな、ビビビの威力強いから、落ちてきよるやつも楽かもしれない。これで
で、中で危なくっ、だからもうワンセットやな、これワンセットやね、これは。待ってくれ、ほんまにワンセット。よし、でもこの後よく出るの分かってるから、よし、大丈夫大丈夫大丈夫、また多分取れるはずですよ。こいつがいっぱい出してるから。出た、あぶな、あー、うわー、ずるいわー。回転さえ早ければなんのこっちゃないんですけど、なんのことはないんですけど、避けていく方向でいくか。倒そうとすると余計食らいそうなので、最低限にしてちょっと避けていこう。コウモリね、コウモリはこんな感じで見てろ。マジで当たんないですからね、マジで当たんないですからね。ああ空に上がる、危ない危ない危ない、出せ、宝箱宝箱、よーし、とりあえずこれでいいや、とりあえず2連打、これでもだいぶ違うわ。来ない来ない、パンタ来ない来ない、パターン入った、これ来ない来ない来ない、これめちゃくちゃチャンス、千載一遇のチャンス、奴らが来ない。よし、行きましょう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 。と言ってもここでもう雑魚は切り替わんのよね。こいつらは普通に、まあでもやりやすい。宝箱はないか、あとは変な武器取ってしまわないことですよ。本当に変な武器取ってもたら急に追い込まれっから、それだけ要注意やな。ただ取ってまうんやけどね、取ってまいたくないのはもうさ、もうみんなの共通の、よーっよーっ、赤赤、この武器赤、最悪、一連になってまう、単発になるんや槍の場合は。いやこれはまずいわ、連回転する命ですからね。これは落ちる、そうだね、怖いわ、何が起こるか分からんからさ。音変わった、中にいる中にいる中にいます、私は中にいます、倒した、私は中にいます、これ、やばくね、どういう何が何なの、中にいたら確定やん、無理しなくてもよかったか。これ鎧もしまとっていけたらもう楽勝で勝てるんじゃないか、もし鎧があれば。あ、もう、いやでもなんかちょっと希望が見えたな、あいつに関しては、あのボスに関しては全然楽勝な感じがする。ただ硬かったのは間違いなく硬かった、かなり入れてたけど、まあ、もう少し入れられますよね、いけそうな気がする。だからば探してます、ダメってなんとなくね、なんとなくね、ちょっとナイフ欲しい、ナイフ逃してもだから、ナイフちびちびジャンプしつつ確かめて、よしナイフ、よーっしゃナイフ、ありがとう、もう離さない、もうお前を離さない、よし、
とりあえずとりあえずとりあえず OK 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 ボスまでは見てんねんからこっちは顔はね顔は拝ましてもうとんねんからよし出たこれ鎧か鎧なんかよしうわーやらかしたせっかくの鎧がいやいやいや倒せてない雑なプレイ、雑なプレイ、すいません。すいません、今のはもうちょっと鎧失って心がジャンパートになってた。心がオールジャスティスの状態になってたんで、あぶねえ。来た。来た。アップこれよいしょあれ松明やろ一番最悪なやつやからあれ最も嫌な装備ですあれからんかなまた鎧来たよっしゃいやダメかかるわか出てこいゴールデン鎧なったらもうあのボスは余裕やと思うな無敵になれたらもうまあまあそうやね鎧とかさ、まあ、探すべきじゃないっすよね探してるべきじゃないよな正直探すのはリスクが高すぎるわ余計なことをしたら死ぬとあれだけ言っておきながら余計なことをするこういうことですよねこういうことなんですよねもう分かったもう探さへんもう宝箱なんてもういらんもう探さへんいらないもうこの純白のドレスのままでいくジャンプしジャンプしないだけ純白のドレスも脱いで戻るなすぐ脱いで戻るなそうよしせめて純白のドレスは欲しい微妙なところで詰まってるなそんな難しくないんすけど、まあ、いやらしいのはいやらしいです意外とこのね銅像っていうのこれがね早いのよねあーとってもだチラッとチラッと見えてからこっち来るまで早いもっと早いそれでビクッとなるナイフは回収しときたいなでもこの弓はボスには悪くあー最悪ボスには悪くなさそうなんですけどねっていうボスまで行けんのかこれだってちょうど角度的には完璧に当たるからいいでさすが魔界村さんですわ老舗の魔界村さんさすがっすわ危ない危ないよしダークソウルとかね難しいゲームいろいろやってますけどまだこの味があるんですよね魔界村さんはやっぱ老舗の味がねえっ当たってないか昔からやってはるからねこっちはほんまに昔から営業なさっておられるのでね
業に関しては天保元年ですもんね。これどうしようかな。これいいんですけど、やり悪くないんですけどね。強くなった時がめちゃくちゃやばいね。めっちゃ丁寧にね、一発一発入れていかないと、多分ね、あの弾と一緒なんで、実質は。うわぁ、ここむずい。この2発だけ。あった、危な、全然進めんくなってきたよ。ナイフ投げ、ナイフ、よし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 、投げナイフはでかい。全然違うわ、ぐんぐんやわ、ぐんぐん。あー、ぐんぐんやったのに、せっかく。ここでナイフ取っても、取るまでが粘っても、もちろんいいんですけど、粘るか。ぐだるのは嫌なんで、基本的にもぐだるのは嫌なんで、よいしょ。ただナイフを取らない方がぐだる説もいいことしている。なんかこっちだな。このはやめとこう。まだ槍の方がマシ。久々のノーダメ。ここでナイフが出たらバンバンザイですね。あー、当たらんよな。ジャンプし始めてから敵が発生するんで。ただナイフは来た、ナイフは来た。飛ぶ前には敵は見えてなかったか、ギリギリか。まあとにかくそのパターンでやられるの多いですね。先飛びしちゃっての、あとで敵が出てきとる、出てきた瞬間出てきよるパターン。これ鎧。可能性はない。やばい。くそー。タラララ、タラララ。はい、ということで、続きます。はい、見ていただいてありがとうございました。